人を好きになるその瞬間、あなたは知っていますか？で、小太郎は瀬戸口のどこが好きなわけ？何のことだよ。ひなちゃん、好きな人いるんだ。まだ好きなの？先輩のこと。どうして？目が合っただけなのに。また会ったら、あと何回目が合ったら、私、先輩のこと。瀬戸口ひなです。兄がいつもお世話になってます。ほんと女子ってわかんねえ。このまま何も伝えずに卒業したら、好きな人が遠くに行っちゃうかもしれない。どうしたらいいの？ひなが笑ってるならそれでいいか。出会いは最悪でした。でも気づいた。私は好きです。先輩のこと好きです。好きになるその瞬間を告白実行委員会